はい、それではただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それでは安倍総理、よろしくお願いいたします。はい、今夏の平成26年8月豪雨では、広島での大規模な土砂災害をはじめ、全国各地で甚大な被害が発生いたしました。まず冒頭、改めて亡くなられた方々のご冥福を謹んでお祈りし、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。引き続き行方不明者の発見に全力を尽くすとともに、避難生活が長期化しており、一日も早い復旧生活再建のために全力を挙げてまいります。今回の災害を教訓に、さらなる防災対策の強化を進めていかなければなりません。太田大臣には引き続きその任にあって、土砂災害防止法の早期改正に取り組んでいただきたいと考えております。さて、先の総選挙で政権交代が実現し、突破内閣を発足してから600日余り、一人の閣僚も変わることなく、安定的に政策を進めることができました。そして今、有効求人倍率はバブル崩壊以来22年ぶりの高い水準となっています。また今年の春、多くの企業で給料アップが実現し、連合の調査によれば、賃金の伸び率は過去15年間で最高となりました。内閣一丸となって3本の矢を射込んできた結果、雇用の改善、賃金の上昇という形で景気の好循環が生まれ始めています。この道しかない、私はそう確信しています。他方、景気回復の風は未だ日本の隅々にまで行き渡っているとは言えません。消費税率の引き上げ、燃料価格の高騰、この夏の天候不順などの影響にも十分目配りしていかなければなりません。引き続き経済最優先でデフレからの脱却を目指し、成長戦略の実行に全力を尽くしてまいります。景気回復軌道をより確かなものとし、その実感を必ずや全国津々浦々にまでお届けする、これこそが次なる安倍内閣の使命であります。これまでも東日本大震災からの復興、教育の再生、社会保障制度の改革など各般の課題に全力で取り組んでまいりました。私たちの改革はまだ道半ばであります。新たな課題に挑戦することも必要です。こうした諸政策を心機一転、さらに大胆にかつ力強く実行するため、本日内閣改造を行いました。改造内閣の最大の課題の一つが、元気で豊かな地方の創生であります。人口減少や超高齢化といった地方が直面する構造的な課題に真正面から取り組み、若者が将来に夢や希望を持つことができる魅力あふれる地方を作り上げてまいります。今回、地域活性化のほか、地方分権、道州制改革など、ありとあらゆる地方政策に関わる権限を集中して、新たに地方創生担当大臣を創設いたしました。政府全体にわたって大胆な政策を立案実行する地方創生の司令塔であります。そのため、農政のプロとして地方の実態に通じ、何よりも経験豊富で実行力の高い
石破さんに担当大臣をお願いいたしました。石破さんにはこれまでも幹事長として安倍政権の屋台骨になって支えていただきましたが、今後は政権の看板政策である地方創生の実現に向けて閣内で存分に力を発揮してもらいたいと考えています。女性が輝く社会の実現も安倍内閣の大きなチャレンジであります。まず会より始めよう。今回は5人の女性に入閣していただきました。党四役の一人、政調会長も女性の稲田さんにお願いしました。いずれも重要政策を担うポストであります。人数ありきではありませんが、適材適所、いずれの大臣も十分そのポストにつく能力のあるメンバーであると確信しています。総務大臣、経済産業大臣、防災担当大臣については初の女性閣僚、ぜひとも女性ならではの目線で新風を巻き起こしてもらいたいと思います。今回女性活躍担当大臣を新たに設けました。有村大臣にはさらに男女共同参画や少子化対策など関係する担当大臣を兼務してもらいます。すべての女性がその生き方に自信と誇りを持ち活躍できる社会を作るため、総合的かつ大胆な政策を進めてもらいたいと期待しています。さて、今週末はバングラデシュとスリランカを訪問する予定です。この600日余りで49カ国を駆け巡ることとなります。引き続き岸田大臣とともに地球儀を俯瞰する外交を積極的に展開してまいります。国家安全保障戦略の下、積極的平和主義の旗を掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献していく考えです。その上でいかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜いていくとの決意のもと、先般決定した基本方針に基づき切れ目のない安全保障法制の整備も加速してまいります。今回安全保障法制担当大臣を新たに設けることといたしました。いわゆるグレーゾーンに関わるものから集団的自衛権に関わるもの、さらには国連の PKO 活動に関するものまで非常に幅広い内容について国民の皆様に丁寧に説明しご理解いただかなければなりません。何よりも国民の理解が第一との認識のもと、江戸大臣には長年安全保障政策に関わってきた知識と経験を生かしていただきたいと考えています。在日米軍再編では抑止力を維持しつつ基地負担の軽減に向けて全力で取り組んでまいります。特に学校や住宅に囲まれ市街地の真ん中にある沖縄普天間飛行場の固定化は絶対にあってはなりません。先月 KC-130 空中給油機15機全機について山口県岩国基地への移駐が完了しました。沖縄の負担を分かち合う決断をしてくださった岩国市民をはじめ関係者の皆様に心から敬意を表する次第であります。今後も沖縄県外における努力を十二分に行い、目に見える負担軽減を行ってまいります。そのために新たに沖縄基地負担軽減担当大臣を設けることとしました。菅官房長官には沖縄の方々の気持ちに寄り添いながら、これまで以上に
全力で当たってもらいたいと考えています。以上の政策を力強く進めていくためには、政府与党がさらに緊密に真に一体となって取り組んでいかなければなりません。そのため自民党の要である幹事長は谷垣さんにお願いいたしました。総裁経験者にお願いすることは異例のことでありますが、厳しい野党時代の自民党をまとめ上げ、政権交代に道筋をつけた手腕に期待しております。また総務会長は二階さんにお願いしました。さらに麻生大臣や甘利大臣など6人の閣僚には引き続き閣内で頑張っていただきます。いずれも要職を歴任してきた百戦錬磨のベテランばかりであります。他方8人の方々が今回初入閣となります。私自身、森内閣、小泉内閣の下で官房副長官、幹事長、官房長官としてチャンスを与えてもらいました。将来の日本を支える人材にも責任ある要職を経験してもらい、高い能力を発揮してもらうことも重要です。老壮青のバランスの中で初入閣の皆さんには思う存分働いてもらいたいと考えています。安倍内閣は新たな陣容のもと、フレッシュな気持ちでさらにパワーアップしながら内外の政策課題に全力で取り組んでまいります。将来の日本の将来をしっかりと見据えながら、ひたすらに有言実行、政策実現に邁進してまいります。まさに実行実現内閣として、引き続き国民の負託に応えていく覚悟であります。国民の皆様のご理解とご協力を改めてお願いする次第であります。ありがとうございます。私からは以上です。はい、それでは記者の皆さんからご質問をいただきます。それでは関連に従いまして、最初に幹事社の質問を受けたいと思います。幹事社どうぞ。幹事社の読売新聞の川上と申します。今総理が、異例の人事とおっしゃいましたけれども、地方組織から人気の高い石川幹事長を交代させて、後任に総裁経験のある谷垣さんを据えられた人事の体制とその理由について教えてください。また交代によって、石川さんは今度政権の最優先課題である地方創生を担当されますが、具体的にどのような役割を期待されますでしょうか。今回の改造内閣の大きな政策課題は、一つは地方の創生、地方創生ですね。そしてもう一つは、先般の閣議決定を元にした安保法制を実行していくことであります。切れ目のない安保法制によって国民の命を守っていかなければなりません。その中において石破さんはこの両方ともですね、専門家と言ってもいいと思います。その中で石破幹事長と話し合った結果ですね、まさに石破さんは地方から信頼されている幹事長であり政治家です。その石破さんに改造内閣の重要課題である地方創生に取り組んでいただくことといたしました。まさに全国津々浦々にこの景気の好循環を届けていくための政策づくり、そして実行力、それが私は石破さんにはある。そしてこれは各省庁にまたがっていく課題でもありますが、元幹事長として各省庁をまとめ上げていく政治力も持っているし、党を説得をしていく、党をまとめていく力もある、その石破さんこそふさわしいと考えたわけであります。そして同時にですね、谷垣さんにはまさに閣内でずっと安倍政権を支えていただきましたが、自民党の野党時代の総裁として困難な時に自由民主党をまとめ上げた、落後者を出さずにまとめ上げた、
そして政権交代に道筋をつけた手腕があります。これからまさに日本を取り戻す戦いの第2章に入っていく中において、その経験と実績をもとに地方組織からも信頼されている谷垣さんにお願いをした次第であります。必ず期待に応えていただけるとご確信をしております。それではもう一問幹事社からいただきます。どうぞ。日本テレビの竹内と申します。この留任した麻生財務大臣とこの新しく起用された谷垣幹事長は両者ともその消費税率の引き上げには前向きな発言をされていまして、来年10月の 10% 引き上げの流れがこれで強まったんじゃないかという見方があります。総理ご自身がこの年末の最終判断されるわけですけれども、どういうふうに考えられているのか現時点で聞かせていただきます。消費税率を 8% そして 10% に引き上げていく、これは国の信任を維持するとともにですね、現在のこの社会保障制度、年々給付が増えていくわけでありますが、この社会保障制度を次の世代に引き渡していくというその責任を果たすためのものでもあります。また子育て支援もしっかりと行っていく、そのための消費税の引き上げであります。しかしその中においてですね、我々はデフレから脱却をして経済を成長させていく必要があります。そのことによって税収も増えていくわけでありますが、こうした認識においては、麻生大臣はもちろんそうでありますが、同じ閣内にいた谷垣さんもですね、全く同じ考えで、あります。そういう考え方のもとに、そもそも我々は野党時代に、この法案に賛成し、かつ、その後政権を取ってからですね、我々は成長戦略をしっかりと進め、デフレからの脱却を目指して今成長が、成長を回復することができたわけで、ございまして、そういう認識においては谷垣さんと全く一緒だと言ってもいいと思いますし、先般も実は谷垣さんとこの問題についてもお話をいたしました。この消費税 10% の引き上げについてはですね、これまでも申し上げてきたとおり、7月、8月、9月の経済の回復を含めて経済状況と総合的に勘案した上で年内に判断をいたします。今後ともですね、冷静に分析を行いながらしっかりと対応していく考えでありまして、早期に経済を成長軌道に乗せ、アベノミクスの効果を全国つつ裏裏に波及させていくように、谷垣幹事長とも力を合わせながら全力を尽くしていく考えであります。はい、これからは幹事社以外の記者の皆さんからですね、質問をいただきますので、質問を希望される方は、手を挙げて挙手をお願いいたします。私が、指名いたしますので、指名された方は所属とお名前を明らかにされた上で、質問をお願いいたします。それではご希望される方、どうぞ挙手を挙げていただけますでしょうか。はい、それじゃあ七尾さん。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。今年の4月にですね、成立した国家公務員制度改革関連法によりまして、各閣僚はですね、一人ずつ大臣補佐官を置くことが可能となりました。民間の機能を含めてですね、このポストの活用についてどうお考えかお聞かせください。安倍内閣はですね、閣僚一丸となってですね、経済再生、そして地方創生、外交安全保障政策の立て直しなど、いかなる、困難な課題にもですね、果敢に挑戦をしていく考えでありますが、それぞれの大臣が個別の大きな政策課題に取り組む中においてですね、大臣、そして副大臣、政務官、いわば政務三役と言われているチームを組みます。さらにはですね、例えば、民間の有識者の方々にですね、大臣補佐官になっていただき、その知恵やネットワークを活用して、そして政策の企画立案を進めていく上においてはですね、
さらにこのチームがパワーアップしていきますから、大変有効ではないか、有益だと考えています。そうした観点のもとに、必要に応じて最適な人材が登用されるよう内閣としても取り組んでいきたいと思います。はい、それでは次のご質問をお受けいたします。はい、ジョナさん。イギリスフィナンシャルタイムズの総理と申します。女性閣僚に関して伺いたいんですけれども、今度5人が入閣して過去最多と学びました。女性の数を増やすことによって安倍政権の政策は具体的にどのように変わるかを教えていただきたい。そして、実際に今度、今回入閣した女性の過去の発言や、所属している政治団体を見ますと、例えば家族構造、女性仕事、女性の家庭の中のあるべき存在などについてかなり保守的な意見を持っている方が多いと思うんですが、これを受けてですね、安倍政権が訴えている女性が輝ける社会というのは具体的にどのような社会なのか、国民から見て、どう理解するかというか、説明をお願いします。安倍政権が目指している女性が輝く社会、それは女性の皆さんが職場においても、あるいは家庭にあってもですね、自分たちの能力やそして情熱をですね、開花させていくことができる社会を作っていくことにあります。それはおそらく女性の皆さん個人個人ですね、何を実現したい、そういう目標は違うんだろうと思いますが、そういう目標に向かって進んでいく上においてですね、性別によって障害のない社会を作っていくことが私は重要であると考えているわけであります。最初冒頭の挨拶で申し上げましたように、数ありきではなくて、5人が今までの最高だったから5人にするという考え方では必ずしもありません。しかし、2020年までに、大体3割の方々、3割のですね、指導的な地位に女性がつくという大きな目標はある中においてですね、この閣僚の中で女性の皆さんがしっかりと重要な仕事をやり遂げていくことによってですね、社会に変革が私は起こるということを確信をしているわけであります。第二次安倍政権の2人が少ない、こうして改造内閣が5人が多いということではなくて、それぞれですね、大いに力を発揮をしていくことによってですね、社会全体に変革を起こしていくことができると私は確信をしています。そして、女性の閣僚の中で保守的な考え方を持っているではないかというお話でありますが、私もそういう批判をずっと浴びてきましたが、今まさに私は女性が輝く社会の、先頭ランナーに立っていると自負をしているわけでありますし、その女性の閣僚の方々自体がですね、まさに自分の能力を開花させてそれぞれの閣僚のポストに就いたわけであります。そうした結果でですね、ぜひ見ていただきたいと、このように思います。はい、そろそろ時間の方も過ぎておりますけれども、他にございますでしょうか。それじゃあどうぞ、花田さん。花田さん。はい、テレビ朝日の足立と申します。北朝鮮 の、 調査報告なんですけれども、来週か再来週にですね、出るという中でですね、拉致担当大臣を今回の改造で変えた目的はどういうことでしょうか。拉致問題の解決、これは安倍内閣にとってですね、最重要課題と言ってもいいと思います。すべての拉致被害者のご家族がご自身の手で日清を抱きしめる日がやってくるまで、任務は私の任務は終わらないと考えています。その中においてオールジャパンで取り組んでいく必要があります。外務省やあるいは拉致担当大臣だけではなくて内閣全体で、そしてあるいはまた、与党とも連携を取りながらこれは解決をしていく課題だろうと思っています。その意味においてですね、まさに今までですね、この問題にずっと取り組んでいただいた古谷大臣に1年8ヶ月間務めていただきました。当然今度は古谷さんも党にあって
バックアップしてもらいたいと思います。古谷さんやあるいは山谷さんもこの20年間と言ってもいいですね、私と共にこの問題に取り組んできた数少ない議員であります。まさにチームと言ってもいいと思いますね。ですからチームとして取り組んでいく、今までこの1年8ヶ月で取り組んできたこの知識やノウハウをもとに、今度は党でバックアップする側に立って山谷さんと一緒に連携をしていきたいと、このように思っています。つまり全く拉致問題関係ない人を大臣にするわけではなくて、山谷さんも古谷さんも一緒にやってきました、私も一緒にやってきましたから、今後も一緒にやっていくということになります。はい、それでは皆さんのご協力を得まして、予定しておりました時間を経過いたしましたので、これをもちまして安倍内閣総理大臣の記者会見を終わらせていただきます。ご協力どうもありがとうございました。ありがとうございました。